にちは。はい、今日は子育てイベントに初めて参加してきました。行く前はなんかこう無料だし勧誘されるんじゃないかとかちょっと怖いなって思ってたけど、行ったらめっちゃ楽しくてよかったです。なんかワークショップとかもあって、子供のおもちゃが作れたりとか、あの手形が取れたり足形が取れたりっていうのも3000円か5000円ぐらいかな、あ、写真が撮れたりとか、いろんなワークショップみたいのもあったんですけど、それはちょっと申し込まなくて、迷ってたら申し込みそびれてしまって申し込まなかったんですけど、めっちゃ楽しく、楽しかったです。何が良かったかっていうと、なんかいろいろお土産がもらいました。なので今日はもらえたお土産を紹介したいかなと思います。こういうイベントはいつもアプリで検索していて、行こうよっていう、なんか赤ちゃんと遊べる、子供と遊べるか、子供と遊べる場所が検索できるアプリがあって、なんかイベントもそこに載ってて、それでいつもチェックしてます。また行けたら行きたいと思います。はい、で今日もらったものですが、まあいろいろ紹介したいと思います。まずは、よいしょ、これ参加特典みたいだったんですけど、ウェハース3種類の味が、はい、もらいました。これはあれです、いいやつからいこうかな。すごい嬉しかったのは、じゃーん、アンパンマン、もう赤ちゃんが大好きなアンパンマンがもらいました。なんと無料で、腕につけるやつなんですけど、腕につけて遊べるみたいな、どういうか分かんない、遊び方はまあまだ分かんないけど、これが、はい、もらえたので、うん、よかったよね、うん、大好きで、ね、よかったね、はい、これなんか保険の相談窓口みたいなところでもらえたんですけど、保険に入んなくても全然もらえてた。で次に良かったのが風船がもらいました。風船は赤ちゃん初めて見たんじゃないかな、もう興味津々でずっとこれで遊んでます。帰ってきてからも今も遊んじゃうぐらいすごい大好きみたいで、まあ、風船邪魔になるとはいらないですかみたいに言われたけど、はい、邪魔になっちゃうなと思ったけど、もらえて良かったです。なんか割っちゃうんじゃないかな、パーってなりそうでめっちゃ怖いけど、はい、もらえてよかったです。あとはよいしょ、じゃーん、グレベリン、なんだろう、有名なのかな、よくわかんないけど、これを首に引っ掛けておくとなんか菌を除去するみたいな、こんなのなんだって思いました。なんか可愛い騎士、はい、すごくこれも可愛くていいなと思います。あとはめっちゃいっぱいもらったからちょっと紹介したいんです。じゃーん、これはなんか離乳食に使えるみたいで、かぼちゃのフレークです。かぼちゃのペーストとかおかゆとかが作れるみたいで、めっちゃいい、6袋も入って、これも無料でもらいました、うん、まあまあ使おうかな、あんまこう粉物よりちゃんと野菜から作りたいなと思ってたからあれですけど、これ混ぜてお湯入れるだけでかぼちゃペーストができちゃうみたいです。まあ手抜きしたい時にちょっと使ってもいいかなって思ってました。じゃーん、お尻拭き、嬉しい、これは消耗品だからめっちゃ嬉しいね。66枚も入って、厚手タイプ、トイレにも流せる、トイレに流すのかな、わかんない、流したことないけど、はい、これももらいます。じゃーん、これはオイシックスのなんかジュース、なんと4つももらいました。野菜ジュースで、ピンクは赤ちゃんでも OK、
みたいです。あのアレルギーがないよっていうのが全部分かったら、まあ、めっちゃ入ってるから10種類以上入ってるから、うん、まあ飲めるとしたら結構後だけど、まあ、でも賞味期限がめっちゃ長くて22年6月まで持つので、はい、いいのと、この紫はなんだっけ、コラーゲンが入ってて、あのこっちはまあ赤ちゃんじゃなくてママにっていうことで4つももらっちゃいました。すごい、このオイシックスのお姉さんがめっちゃ優しくて、はい、すごい良かったです。わ、これじゃーん、なんかただのステッカーで、ブーディーのステッカーで、可愛いけど、うん、あのこれは、こう企業さんの話、こういうジュースもらったりとか、あのアンパンマンもらったりとか、こう回ったらあのくじが引けますっていうので、一回くじ引いて、多分外れなんですけど、シールもらいました。なんか本当は外れじゃなかったらいろいろもらえたみたい。欲しかったの、ポーチとか欲しかったけど、なんか他のも欲しいなって見てたのに、シールでした。残念。まあ、いっか。婦人は昔からあんまり良くなくて、でも他のもいいから、婦人は別に悪くてもいいかなって勝手に思ってます。あとはのブレイク、あとは化粧水のサンプルみたいのもらいました。なんかお肌の、手のお肌と顔のお肌の、なんか違いみたいな、張りがないですねみたいのを見てもらって、じゃあこれ使ったらいいですよっていうのをもらいました。サンプルです。最後にもう一個だけ、じゃーん、これが最後です。なんか英語のディズニーの教材で、なんか CD がなんと入ってるんですよ。じゃーん、 CD が入ってます。まあなんか聞いてみて、よかったら英語教室を検討してねみたいなやつで、あの別に申し込んでもないけど無料でもらえるんですって。知らないんですか、バリに言われたから、普通に知ってるもんなのかな、私全然知らなかったけどはい、早速聞きたいんですが、 CD って皆さんどうやって聞いてるんだろう。うち CD どうやって聞いたらいいんだろう。昔はあの何ラジカセぐらいかな、なんかとかあったけど、今パソコン、私のノートパソコンにも CD 入んないし、どうやって聞こうって感じなんですけど、はい、まあもらいました。でもなんか英語にいいみたいなのでちょっと聞いてみたいと思います。はい、以上。結構めっちゃ本当にたくさんもらえて、あのバーマンとか風船とか、はい、めっちゃ良かったです。はい、なのでまたなんかイベントとかあったら参加したいと思います。ママ友さんとかにもこういろいろ教えてもらったりしてるんですけど、参加したいなって思ってるのがハイハイレースに早く参加したいなと思います。ハイハイできるようになったら、なんか1位になったらおもちゃがもらえるとか、お金がもらえるとかよくわかんないけど、なんかいろいろあるみたいで、ネットで検索してもなんか、まあ、確かにいろいろ出てくるから、なんかぜひできるようになったら参加したいなと思います。以上です。また何か言ったら紹介したいと思います。バイバーイちょっと変ですかね。